お、ん？人魚？機内？機内なの？違いますけど。いいね、かっこいいね。船いいね。なんかめっちゃ霧濃くなってきたけど。んー、もうなんなのこの霧。何にも見えやしない。シルビア、どうした？わからないわ。急に霧が出てきたの。気味が悪い。全速力で抜けるわよ。抜けれるのか？かっこいいね。抜けれるんかな？何かしら。何かしら魔物の罠みたいなのにはまってない？光じゃ、霧が晴れるぞ。お、マジで？おー。普通に抜けれた。ここは一体？え？なんか荒れ果てた場所にたどり着いたけど、どこだ？白の家。何？どうなったの？アイラちゃん、ごめんなさいね。改造を散々調べたけれど、この場所のことはどこにも書かれていないの。こういうわけのわからない場所は、早くおさらばしたいけれど、船が乗り上げちゃって船を出さないのよ。旦那、すまねえでガス。足の力が及ばないがばかりに、船が乗り上げちまったでガス。シェルビア姉さんと何とかして、船を浮かしてみせるでガスから、ちょっとだけ待ってほしいでガス。マジか。確実になんか、ねえ、霧に囲まれて、全くな、異世界に迷い込んだんじゃない？ね、すげえなんかほら、見てこの水の映り込みやばくない？あれやん、ウユニ塩湖的なやつやね。そんな名前やったよね、確か。ん？どれ？船。あれか。どうやって動かすん？やれやれ。不思議な場所に迷い込んじまったな。風も吹かなけりゃ、波一つ立たない海とは。まったく何が起きたってんだ。でもめっちゃ綺麗よ、海は。ね。綺麗な場所ですわね。子供の頃読んだおとぎ話の絵本に、こんな景色が書かれていましたわ。私もいつかこんな場所に、絵本の中の王子様と来てみたいって、お姉様とよくお話したものですわ。乙女。ん？あれ？ローはどこ行った？まったく何にもないとこね。あゆな、こんなところに長居は無用よ。さっさと王母を探しに行きましょう。いや、行けるもんなら行きたいんだけど、お、どうした？え、いなくなったかじゃないよね。不思議なところ。まるで幻のようだわ。幻なんじゃないかな。な、大丈夫？お？ん？人魚？機内？機内なの？誰？違いますけど。かわいい、めっちゃかわいいんやけど。何よ。驚かさないでよね。それにお姉さん、人の顔を見てため息なんて失礼よ。人？うお。いや、人魚やね。すげえ、めっちゃ可愛い。そこ。機内とは一体誰でしょう。あなたまさか、人魚？あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし、珍しい人。機内と一緒ね。驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思って、つい飛び出してしまったの。ああ、びっくり。人魚って本当にいたのね。と、それはまあ置いといて。機内って一体誰のこと？機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこのエリアで彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。おお。結婚？人間と人魚は？そんな話聞いたことないわ。あ、まあ、確かに。そうね。私も最初はそんな約束、叶いっこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。陸に上がった人魚は、再び海に戻るとき、泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。え、再び海に戻らんかったらいいんじゃない？そういうことじゃない。でも、それを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。え？って？海底王国の女王様も許してくださったわ。できるの？そんなことが。なんだか夢みたいなお話。素敵ね、ロミア。
ロミオみたいな名前。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうって。で、ここはじゃあ実際に現実にある場所ってことで大丈夫？機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか？私にできることなら何でもします。どうやってだ？人魚の住む海底王国か。ん？ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、何とかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？竜宮城的な感じかな。はい、おやすりご用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で、海に潜れるように差し上げます。私たちの息は大丈夫なの？海底王国に行けば、海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。オッケー。てか、ローどこ行ったん？ありがとうございます。機内に住んでいるナギムナー村は、遥か東のホムスビ山地の海岸にあります。ホムスビ山地？迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。そんなふわっとしたこと言われてもね。やだ、私ったら、機内には言わないでくださいね。なんか自分からはいかんのかな？待っとるって言ったけん、ここにずっとおらんといかんの？すれ違うかもしれんけんってことかな。そしてどっか行ったんかと思ったらおるんや。ここから遥か東、船でしか行けないホムスベ山地の海岸にある、ナギムナー村に機内は住んでいますわ。迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。けれど、一つだけお願いがあります。くれぐれも機内以外の人間に、この場所のことは知られないでくださいね。なぜだかわからないけれど、彼らの中には人魚を嫌う人がいるらしいのです。私のことで彼に迷惑をかけたくはないの。てか、この場所から普通に離れられて、普通にここに来れるのか？幻の場所ではないわけか。いまいちちょっとつかめてないけど、あ、みんなおらんねえけど、もう乗ったん。早くね。回復した？ロミア姉さんが不思議な力で船を動かせるようにしてくれたでガス。これでいつでも出発できるでガスよ。あ、なるほど、そういうことね。出発します。どこって言った？遠くない？え、めっちゃ、本当に遥か遠いね。そんなところからここに、何？なぜここなん？なぜここなん？めっちゃ離れてない？思った以上に遠くてびっくりしたんやけど、ちょっと待って、R2 で加速、はい。あ、普通に、あれなんやね。船さえ動かせたらいつでも出れたんや、あそこから。なんか、幻みたいな場所に、お、なんか船いっぱいおったことない、今。海賊ですか？海賊にしたら船小さすぎか。漁師さん。そういえばあれをね、さっき言った、機内っていう人は漁師さんって言ったよね。え、じゃあもう近づいてきた？まさか近づいてきた？なんかあるんかな、これ。おーい、旅の方、この辺りの海は危険だ。気をつけて進むんだぞ。あ、ありがとう。心優しき人やった。あ、ここや、ここ。あ、やっぱり、じゃああれ、漁師さんたちってことかな？ね、ここの近くにおったってことは。ナギムナー村におります。着いた。これぐらいの感じで来れるんやったら、まあ、いけるかな。まあ、でも普通の人やったら魔物がいっぱいおるけん、いけんかったりするんじゃないかな。どうよ、その辺。なんか結構田舎やね。だいぶ田舎やね。でもなんか屋根の作り面白いんやけど。何あの三重になってる感じ。そしてシーサーもどき。シーサーっぽいものが。さあ、ここで機内という人を見つけんといかんのか。何これ。ここがナギムナ村ね。
ロミアに聞いた話によると、世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。世界一の真珠。素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち。まさに地上の楽園ね。なんかヨボヨボのおばあさん。本当におる、そんな人。って、なんだか活気がないわね。屈強な海の男たちはどこにも見当たらないし。さっきの人らやない、船の。ね。何か訳ありみたいだな、この村は。まあいい。厄介事はごめんだ。とりあえず、機内とやらを探そうぜ。この人と何かあるんかと思ったらないんか。いらっしゃい、旅人さん。ここはナギムナ村。青い海と真珠が自慢の村よ。ゆっくりしていてね。ほら、なんかだいぶ、民族チックな感じやけど。ねえ、だいぶ、田舎だな。え？機内を探している？ふん、珍しいこともあるもんさ。機内について詳しく知りたかったら、教会にいる機内の母さんに話を聞いてみるといいさ。ただし、機内の母さん、夜はとても早く寝てしまうから、話を聞くなら昼間に教会行くといいさ。じゃ、この時間帯やったら大丈夫かな？なんとかさーってことはやっぱり沖縄をイメージしてるってことかな。お、てかなんか猫いっぱいおる。あれは猫じゃないんか。あれは、人かな？子供かな？教会は、この辺か？どうも。近頃海にクラーゴンとかいう巨大な化け物以下が現れおって、魚や真珠が全く取れんでしちゃう。金を稼ぐどころか食ってもいけなくなり、動ける男たちは化け物以下を退治しに、皆海に出てしまいましたわい。わしは村長ですが、漁師を引退した身。この泣いてしまった腕じゃ、村の者に何もしてやれんでしちゃ。村長さん、存在感薄。存在感薄、大丈夫？ことは、やっぱりさっきの船の人たちが、その屈強な海の男たちということでよろしいわけね。待って、あ、一番奥か。なるほどね。はいはい。行きます。この辺上がっていける？もしや。上がれない。上がれない、まったく。この辺からいけるかな？お、いけない。その辺ぐらい、手伸ばしたら、登れるでしょうよ。登れるでしょうよ。ちょっと、ほら、そこをもうちょっと足高く上げれん？こっちから行けばいいんかな？結構入り組んだとこやな。でもなんか一番最初のね、主人公がおった村にちょっと似とる気がする。これ？これのさらに奥なんかな。お、開けて普通に入っていける。この中に教会が。あ、ぽいね、ぽいね。これ何？お屋敷？村長さんのお屋敷とかかな？もしかして。とりあえず奥を目指して。あ、かわいい。かわいいね、その民族衣装みたいなの。この人？もしや。あ、おばあちゃんだ。みんな、紙芝居が始まるぞ。ねえ、みんなの服かわいい。さあみんな、静かによくお聞き。今から話して聞かせるのは、この村に伝わる忌まわしい呪いのお話。そんな紙芝居？もっとなんか愉快な、愉快なのは、この世で最も美しく、最も恐ろしい生き物の物語じゃ。人魚の話とかしそうな感じですか？もしや。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。